躍で駆け抜けますね。これはまあ獲得枚数が多かったのが救いですけども、ない。なんか微妙だな、逃げ切んないな。結構当たってんな。なんで当たってんだろう。みんななんでそんな早く当たるんだろう。いや私も当たりましたけど、まあ本当稀なんですよね。ふむ、また一から出直しですね、これは。チャンス役の引きはいつもより全然いいですね。ほら、標高がやっぱ700メートルぐらいあるんだよね。それがね、いい方向に今のとこ作用しております。関係あんのかよ。いや気圧とか気温とかやっぱね、平地に比べて違うと思いますんで。ありがとう、ありがとうございます。気圧が、お、今ギューンって聞こえたな、ギューンって。フリーズ引いたの誰か、あれ空耳でした。あ、違う、空耳じゃない、本当に引いてた。すげえな。その標高が高くてね、その分気圧が低いと空気抵抗が若干ね減ると思うんですよ。そうするとリールの回転にもちょっとね、周りがスムーズになるというか、消費電力が少なくて済むとか、いろいろあるかもしれないんで。いやねえな。結構ね、標高700メートルとかで打つことってほとんどないんで、まあ、日本広いですけど標高が高い町ってあんまりないですからね。
やっぱね気温も全然違いますもんね、東京とね。昨日の夜こっち着いた時にもうびっくりしました。こんなに涼しいんだ、クーラーいらねえじゃんと思ってホテル入ったら室内もやっぱちょっと暑かったですねクーラーつけちゃいました。とりあえず音訳のゾーンぐらいまで回して、それまでの、ね、挙動を見てその後突っ張るかどうか考えようかな。なんか煮えきんねえな。よく見たらさ、台に置いてあるドル箱がさ、ハーデスコーナーだけ2箱あんだよね。他の機種1箱なんだけど、何かあるべこれは。やべえ、帰れねえぞ今日。どうしよう。ところですね、天国準備通常。あら V のハサミ出ちゃったよ。天国かな、天国だろうな。あれ、明らかに上の方にはおります。あ、全長だったらいいな。ほら全長の可能性もありますね。そんな偉いチャンスアク引いてないで上がってます。全長ですか？いや違う。何事だこれは。ドキドキ。3ゲーム連続ですね今んとこ。これで4連続、これで行く場合もある。よし、上がって当てました。あー久しぶりだなこういう展開。これはいいっすよ、多分いいっす、いいっす。
6っす。いやでもね、6だとしても勝てるってわけじゃないんだよね。打つの引けないと負ける額が少なくて済むぐらいな程度なんですよね。いやでもやっぱね、6に越したことじゃないんで、はい。おっちょー、なんだべ、右上がりか下段か、下段、はい、やだー。なんでだろう、なんでだろう、なんでだろう。4、3桁行きましたよ、すげえ久しぶり。おお、また火吹いた。これペルセポネよりいい仕事しますよ、本当に。ピュー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 、来ました、140ゲーム。あーでも OK、 あの、まあ全然 OK です。投資はまだ14,000円で、370ゲームで300、当たったのは350何本くらいかな。上等です、上等な滑り出しでございます。隣は右上がり木なので200乗ってるし、やっぱ人間の性能が違うんだよな。私はもう低級です、やばい。また何も引いてないのに一応ねステージが上がってあったんだよね。あんまりない傾向ですよこれは。いやチャンスアク引けないんだよな。初めてのチャンス役で上乗せしました、ほっとしたよ。簡単にデジャブいったよ、珍しいな。あダメか。後のせい、まあ、中段リップ1回分ぐらいしかないと思うんだよね。はい、まあこんなもんでしょう。後乗せってどういう仕組みなんだっけ、忘れちゃったな。あんまりご縁がないもんで忘れてしまいました。ここで視界性の上乗せがあるか。おお、中段キナナだからあるべ。30ゲームは50ゲームいただきました、セーフ。危ないところを助けていただき誠にありがとうございます。